ここからは東北の絆のコーナーです。東北を忘れないために地元戸塚から毎週一度発信していこうと決めました。そしてこのコーナーを支えてくださっているのが税理士法人山重会計事務所の皆様です。今日の東北の絆は、先日モレラ東戸塚で行われましたカラオケ大会、その時に応援団長として亀まりさんの応援を一手に引き受けて遊びに来てくださった追記理恵さん、この追記さんがちょうどその時私の東北の絆の番組の中で復興バー in 銀座の情報をお届けしていたんです。東北にあります復興バーがある時期だけ銀座に出現するというものです。銀座のお店の一角で東北を思いながら東北のさまざまなお魚や野菜をですね、美味しく調理してみんなで食べて、そして東北を応援していこうという試み、復興バー in 銀座。その復興バーに私も行ってきましたってその場でねお話してくださったのが追記理恵さん。7月の21日に福島と熊本ゼロキャン応援バーというタイトルのバーができたんですね。もう1日ごとその復興バー in 銀座は店長さんがこう変わっていくんです。これも公募してどんなコンセプトで東北を応援するためにどのようなバーにしていこうかっていうね、そのあたりまで考え尽くされて、そして店長さんを引き受けるという形になるわけですが、そうでしたか、福島と熊本をつないだんですね。そこに追記さんは南三陸サポーターズのメンバーで行ってきたそうです。東京のボランティアのメンバーだそうです。今日はその追記さんが参加なさっている南三陸サポーターズのメンバーがどのような活動なさっているのか調べてみました。私たち東北の震災から4年経っていろんな形でこう応援をすることができると分かりながら、自分の生活が忙しくてふっと忘れ続けてしまうこともあります。そんなために私は東北の絆1週間に1回お届けしていこうと自分の中に入れるためにもそう思ってお届けしているんですが、いろんな形の復興の形の応援の形があるっていうことが本当に素晴らしいというふうに思っています。このコーナーでお届けしたそのさまざまな形をリスナーの方が聞いてくださって、あ、それだったらできるかもしれないっていうね、こう良い連鎖が起こってくれたらいいなという、そんな思いで東北の絆毎週お届けしています。そしてこの東北エイド、南三陸サポーターズのメンバーが行っている東北エイドという、このホームページをインターネットで確認したところ、夏の福島の親子応援プログラムというのがありました。これを今日はねお届けしていこうと思っています。福島親子リフレッシュ事業を今年も実施します。福島の子どもたちに自然豊かな富山で思いっきり遊んでほしい、そんな風に考えるメンバーの方たちがマイカーで来ることのできる家族に呉羽山荘の保養館を提供してマイプランで富山を楽しんでもらうというものなんだそうです。これは実施期間が8月23日明日までということでね、7月の後半から行われていたのでたくさんの方たちが来たことと思います。福島の子どもたちに自然豊かな富山で思いっきり遊んでほしいという
その思いで実現したこの応援プログラムなんですね。昨年度の様子も写真で載っていますけれどもね、本当にみんな楽しそうにしています。小学生以下の子どもたちとお父さんお母さんに今年も夏休みに富山でリフレッシュしてもらいます。皆様のご支援ご協力をぜひお願いしますということで、このプログラムのためのボランティアスタッフを募集しています。また食材や物品の提供などご協力いただける方はご連絡をお願いしますというふうにありますのでね、ぜひ東北エイド、このね親指を立てて、これがイラストとして書かれてありますが、その親指が東北の地図なんですね。東北エイド、ホームページをぜひともご覧ください。そしてこういう形での応援が、食材の提供ならできる、福島の子どもたちが美味しく食べる、これを送ろうってね、そんな応援もできるということをね、またそれぞれの方がこう考えていただけたら嬉しいなと思います。そしてもう一つはきらり富山の夏、これはね文字式間が8月の初めということで終わってしまいましたけれども、親子40名をバスで招待し3泊4日黒部を拠点にしたプログラムを実施するというものなんですね。東北エイドからのお知らせということで載っています。最初にお話した呉羽保養館、海にも川にも1時間以内で行っていただける便利なところだそうです。毎年このような活動をなさっている東北エイドの皆様、その中の一環として南三陸サポーターズのメンバーとともにね、津木さんは福バーイン銀座に行かれて、そして応援してきたんですね。震災から年月が経つとなかなか現地までは行けないけれども、応援はしたいっていうその思いが薄れてきてしまうことがあります。そんな時にぜひこの東北の絆を聞いていただいて、そしてまたアーカイブでも聞いていただくことができますので、 FM 戸塚のホームページトップ画面から右側のバナー、あのコーナーをもう一度聞きたい、ここをクリックして東北の絆をさらにクリックしていただくと、今までの回すべてを聞いていただくことができます。どうぞその中でタイトルにあるあこれって思うものがありましたらクリックして、簡単な説明とともにその時の音をパソコンで聞いていただくことができるという仕組みです。東北は広いです。でもその一点、自分と何か関わりのあるご縁のある誰かからご紹介いただいたその一つの地点を、そして一箇所を、一人の方を思いながら応援をしていくということがとても大切なのだなと私は思います。果てしなく途方に暮れたもうあの4年前のことをどんなふうに応援したらいいんだろうと思いましたが、それも私が東北のどこかの場所の誰かにという、そこからスタートして少しずつもし広がっていけばいいし、また次のところに行くこともできればいいし、そんな思いで私は東北への応援を考えています。皆様いかがでしょうか。たくさんはできない、私にできるその形を続けていけたらいいなと思っています。東北の絆を毎週お届けするのも私のその中の一つの応援の形であります。ぜひ皆様からの情報、こんな応援の仕方があるよという情報、戸塚にこうやって続けているグループがあるよというその情報をお寄せください。お待ちしています。今日は津木理恵さんからの情報をもとにして東北の絆お届けしていきました。東北エイドのことでした。
ここまでは税理士法人山重会計事務所の提供でお送りしました。今日の東北の絆のコーナーでした。